マリー・アーデル・ハイト・アマーリエ・クロティル・デ・フォン、ザクセン・コーブルク・ウント・ゴータは、ザクセン・コーブルク・ゴータ家のカトリック系の分子古波あり、公爵家の公女で、オーストリア大公、ヨーゼフ・カールの日。ザクセン・コーブルク・ゴータ公子、アウグストと、その妻で、フランス王、ルイ・フィリップの娘であるクレマンティーヌ・ドルレアンの、長女として生まれた。弟に、ブルガリア王・フェルディナンド・一世がいる。 1864年5月2日、クロティルではコーブルクでオーストリアのヨーゼフ・カール大公と結婚した。ヨーゼフ・カールはハンガリー副王を務めたヨーゼフ・アントン大公の3、男である。クロティルでは旅行で家族と一緒にコンスタンツを訪れた時、ちょうどこの町に兄のシュテファンと滞在していたヨーゼフ・カールと出会ったのだった。大公夫妻は固い愛情で結ばれ、 幸せな家庭生活を送った。クロティルデは、ハプスブルク家の女性たちが授けられる星十字勲章を受賞している。彼女の意外は、ブダの王宮にある王家の墓所に、夫や子供たちの意外と共に安置されている。クロティルデの墓所は、死の70年後の1997年に略奪に、愛、激しく損傷した。その10年後の2007年、 クロティルデの墓は修復されている。夫、ヨーゼフ・カールとの間に7人の子供を設けた。ウィキメディア・コモンズには、クロティルデ・フォン、ザクセン・コーブルク・ウンとゴータに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。